これが道の駅アルジャです。こんな感じですね。ベースとなるのがもともとはここだけだったんですよ。見るとね、至る所にね鶴のモチーフが入ってるんで、ああ鶴田町やなっていうのが分かると思うんですけれど、道の駅としてはねそんなに新しい方じゃないんだけれども、何度かリニューアルとか増築とかしたりして、こちらの建物が建ったり、あとこちらの建物が建ったりとかってだんだん大きくなってます。で今日用がある場所っていうのはこちらの建物なんです。でこちらはね、実はあるものが売ってるんですよ。あるものが、そのあるものを今日これから買ってきたいと思います。残念ながらねちょっと店の中は映せないみたいなので、ちょっと一旦切ってねあるものを買ってきます。じゃあ行ってきます。はい、それではね、道の駅からあるものを買ってきたということで、早速ねこれからねちょっとお見せしようと思うんですけれども、今ちょっとね、映ってるこれも実は同じ場所から買ってきた、これアンパンです。アンパンなんですよ。サイズ的にはね普通のサイズ、これが普通のサイズ、別にね何の変哲もないやろっていう感じなんだけど、本当にこれは何の変哲もないただのアンパンです。じゃあなぜこれを買ってきたかっていうと、これとちょっとね比較してもらいたい、そのためにねこれ買ってきました。じゃあね、この本命と比較してもらうためにこのアンパンこちらに置きますね。で本命の方なんですけれども、はい、こちらが本命。これ何ってなると、これ皆さんソーセージが中に入ったパン知ってますか？あれです。あれなんだけれども、大きさが半端ない。こうやって並べて比較してもらえれば分かると思うんだけど、もう大きさがさ、これ倍以上かな、倍以上の大きさ、単純に。でこの厚さもさ、厚さもすごい厚い。そうなんですよ、私の行ったね、今日行った道の駅アルジャにはパン屋さんがありまして、でそこの名物メニューというか名物パンとなっているのがびっくりパンという、とにかくでかいパンがたくさん置いてるんです。で今回その一部だけ買ってきたんだけれども、他にもアンパンのでかいやつとか、あとハンバーガーのでかいやつとかで、シュークリームがねこれが一番でかくて、今日買ってこようと思ったんだけど売り切れてもうなかったんですけれども、もうどえらい大きさなんですよ。であれ実際買ったはいいけれども、あれ食べきれるのかなっていうぐらいでかいやつで、もう胸焼け間違いなし。でもう一つ買ってきたんですけど、それがこちら。皆さんのコロネパンって知ってます？ちょっと形がね、表面あれなんですけど、うんちみたいな形してるやつで、中にチョコクリームが入ってるコロネパンって昔からあったじゃないですか。あれのでかいバージョンがこれなわけです。もうね、長さだけで言ったらさっきのソーセージのパンよりもさらにこのパン1個分ぐらい長いんです。ほらすごいでしょこの大きさ。こんなのが道の駅あるじゃではね、もうゴロゴロ置いてて、で今日はねもう結構人も入ってて、ほぼほぼ売り切れに近い状態だったかな。だからおすすめとしてはね、平日行ける方がいましたら、平日行くと大体全種類見ることができて買えるんじゃないかなと思います。今日はね
あの私の地元の鶴田町の道の駅あるじゃんに置いてますびっくりパンをご紹介いたしました。最後までね、皆さんご視聴いただきありがとうございました。この動画がね、もし面白かった方はいいねボタン押していただければありがたいです。あとチャンネル登録もお待ちしてますのでよろしくお願いいたします。それではね、またねー。